花尾由郎の音楽魂。皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾由郎の音楽魂、今日は金玉ということでですね、ゲストいらっしゃいませんけどもですね、早速ご紹介しましょう。松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしく。晴れましたね、今日ね。晴れましたね。昨日はちょっと雪がね、私初雪でした。昨日初めて見た雪。私も東京の人たちは割とそうなんじゃないの。でも降ってるところもあったのよね、確かね、八王子とか。あ、そういう、おそらく。そうなんだね、うん、結構ボタン雪でしたよ。あ、本当に、ボタン雪、場所によってね、うん。今日久しぶり、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。ということで今日金玉ということでね、まあどんどん行きたいと思いますが、まずね、フルボディっていう、金尾由郎のCD からご紹介しましょう。ちょっといろいろ打ち合わせもありますんで、ご紹介しましょう。Hungry Angry。夜になるとジャストメイキン、俺の心揺らす。すましがおのグッドロッキン、街中にひしめき合う Nice to meet you、 幅を利かせ歩く。お前はいつだって Easy、 いつだって夜になるとジャストメイキン、さっさとばらまいて。お前はいつだって Lucky、 いつだって溢れ出したマリー、マリー心が乾く街。俺はいつだって Hungry、 いつだってアジアの片隅で夢を見続けた。俺の明日は来ないのか。 I'm so hungry, so angry、 はい、ということでですね、1曲目ご紹介しました、金尾由郎フルボディから、ハングリーアングリーでございました。かっこいいっすね。いやちょっとね、今度アコでやりましょう。アコースティックで、ね、生歌でまだやってないでしょ。できるかな。いや、大丈夫じゃない。できるできる。これさ、実はその俺一応低く録音しちゃったのよ。一応低いの、CD 本当は作ったのは A マイナーからで作ったんだけど、
でそっちでやった方がいいのかなとは思うんだけど、なんかやっぱりちょっと締め殺されたような音になるような声に鶏が。G の方がでも重さが出るかもしれない。重さが出るかもね。A だとちょっと軽くなる。うん、でましてさ、俺、うん、歌から録音したからこれ。ギター一本で一だいたい1日っていうか4時間ぐらいで8曲撮ったのよね、うん、歌で全部仮歌だったんだけど、それでもうそれが OK になっちゃって、素晴らしい、やったんだけど感想の長さ間違えてんのよこれ。それでやっちゃったもんだからさ、後から乗っける人たち大変だよこれ、大変だったみたいね。苦労したっていう、うん、でそのままさ、でも CD って なんだろう、じゃあ本番行きますってさ、仮歌8曲撮るじゃん。でそれも3時間2時間ぐらいで撮ったのかな、うん、でその本番行きますって言って歌ったのよ。で本番って力入っちゃうから、そうだよね、ダメなんだって。意外のね、意外とね、本番ですって言われると、うん、そうだからもうその CD として残すものに関しては、うん、やっぱり飽きちゃうんだって、ライブみたいにこうバーって歌っちゃったら。だからその作品としてちょっと抜けてた方が飽きなくてずっと聴けるらしい、ね、分かるような気がする、うん、そうらしいね、なんかね、だからその本番行きますってこう力入れて歌った歌っていうのがね、力入りすぎちゃって、うん、なんか納得 してくんなかったのよ、エンジニアが。聴く方もさ、体力いるじゃん。そう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 。聞く側も疲れちゃうんだよ。それはさ、ライブでやればいいことなんだよね。そう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 。だからその CD とそのライブっていうのはさ、そういう風にライブがいいに決まってんだから、うん、で CD はほら思い出としてその毎日聴いたりとかするもんだから、うん、力抜けてた方がいいんだって。うん、分かるような気がします。だから仮歌でね、ちょうどよかったね。全部仮歌だからね。すごいよね。ね、まあそういうことでね、そういうエピソードがあります、このフルボディのアルバムですけどもね、はい、金川城ご紹介しました。今日金玉ということでね、ファックスご紹介しましょうか。はい、うん、僕の方からいきますか。あ、はいはい、はい、ということでですね、金川城さん、長瀬 FM 音中ということで、皆様こんにちは。昨日の雪には驚かされましたというね、僕も驚きましたね。生まれて初めての降雪を経験した嫁は、おー、そっか、奥様はフィリピンの方なので、そうですね、あ、そうかもしれませんね、うん、初めて見たらびっくりするんだろうね。ねえ、テレビとかさ、そういうのでしか見たことないんでしょうね。大興奮で車の上に積もった雪を、うん、ビデオに撮り娘に送っていましたというね、うん、フィリピンの娘さんですよね。こんなところにも小さな幸せがあるようですねというね。そうですね、なんかね、うん、そう思いますね。今日は金玉、思いの丈シャウトしてくださいっていうね、もうそろそろささやくように、程よくね、春を待つ、暖かい日の当たる坂道をリクエストいただいて、もう佐藤さん好きで、日の当たる坂道もありがたいことですよね。それしか知らないってことじゃないだよね。いやいや、そんなことない、ね、やっぱりね、佐藤さんはね、これを聞いてなんか思い、それぞれのね、はい、やっぱり曲に思うイメージがあると思うんだよね。だからやっぱそのあるんじゃないですかね。そうでしょうね。うん、日の当たる坂道も大好きですよね、はい、ありがとうございます、はい、リクエストいたしますということでね、はい、今日投げ銭3万円お、ありがとうございます。3万円って結構まあまあの景気いいんじゃないですかね。景気いいんじゃないですか。いっちゃいますか。はいはい、いや、いいですよ、ご紹介してください。はい、じゃあちょっと早めにね、うん、金玉皆さんこんにちは。今日はもうヘロヘロなのでリクエストだけ失礼します、うん、はい、ダイナマイトかファニーエンジェルお願いします。アトランタ高橋、アトランタから ね、本当高橋氏はありがとうございます、ね、もう多分眠い頃だと思うので、アトランタはそうだね、もうそろそろ夜の何時ぐらいだろうね今、うん、11時とか10時11時ぐらいかな。10時ぐらいかね、お昼のね番組でやっぱアトランタからダイレクトにね聞いていただけるっていうのも本当にありがたいことだと思いますよね。ね、はい、で他にありましょうか。他に、うん、もう中華していいんですか。いや、曲いきますか。なんかね CD かけたんで、はいはいはい、日の当たるじゃ坂道参りましょうか、はい、うわっ、
チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道、金尾四郎でございました。ということでね、ご紹介しましたけれども、お便りも、はい、お便りどんどんいきましょうか。はい、ペンネーム、うわぁちっちゃいそれ、マリトモモ、それじゃ、はい、薄くて裸眼ではね、うん、はいはい、見えるのあなた。いやこれ、あ、見えます私。1月29日12時放送、金尾四郎音楽魂へのメッセージです。あ、ありがとうございます。金尾さん、としみさん、ききさん、桜田さん、こんにちは。こんにちは。金尾さん、としみさん、先日は神楽坂ライブで1年ぶりに親子揃って金尾さんのライブに行きました。とっても楽しかったです。助かりましたよ。お昼の、ね、ライブでしたけどもね、元気をいただきました。ありがとうございます。そしていつもリクエストに答えてくださって本当にありがとうございます。今日のリクエストは、うん、あなたへの贈り物、あなたからの贈り物ですね。何でも大丈夫です。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。マリとモモコのモモコより。モモコさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。神楽坂もね、ソシャルクラブ、うん、素敵なねお店でしたよね。まだ行ったことない？坂本君。あ、1回やりましたよ。あ、本当、うん、素敵なお店だよね。ね、綺麗なとこですね。そう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 、チン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 、なんか、いやいやいや、電話を止めとけよって。いやいや、これメッセージ、高橋さんからの。それさ、うん、それも音止められないの？いや、これは止められない。いや、止められるんじゃないの？止められるんじゃないの？いや、使い方調べるんじゃない？いや、ちっちゃくしてるけど。あ、そう、そう、まあ、いいけどね。チンチンね、うん、まあ、失礼しました。ということでですね、桃子さん、ありがとうございます。昨日、あれか、あなたからの贈り物、ちょっと、それをね、ちょっと今、選ぶ間にちょっと CD かけますけど、今日ね、松下としみの新聞 CD 持ってきましたよ。あら、かかるかな、幻の。これ、シングル CD って僕もさ、昔ってシングル CD 出てたのよね。俺の頃はさ、アナログ版からだったから、エピックの時はもう CD なくてね、まだ。もう 40年前だからね、はいはい、41年か。で、トクマジャパンに変わった時に、アナログとちょうどCD に狭間になって、あ、両方出てた時でね。そう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 、それで両方出したんですけど、その時もね、シングル CD もあるのよ、俺。もう、どっか、家にはないかもしれないけど、作ったのね。これはね、確か1989年か90年か。89年だったと思いますね、8月21日。8月21日って発売日多いんだよね。俺も9月21日決まってんのね。なぜか ね、 21っていうのは。このね、シングル CD のアルバムだから、これ A 面ですね。ご紹介しましょうか。ジプシー松下、あ、これ西田敏美っていう名前ですね、はい、ジプシー、はい。
ということでね、松下としみ、西田としみが歌いました。いい歌ですね、はい、ジプシーでしたね。ジプシー、あのいい曲ですよね、これね。いい、今度やりましょう、アコでね。なんで売れなかったんだこれ、ヒットしそうな。これ滝野英二先生の作詞、はい、作曲ですね、はい、松下は滝野英二先生とはあれですか、もともとご縁があったんですか。もともとっていうか、うん、いや私がデモテープを作って、うん、それをあの渡して会社の人に、うん、そしたら先生にたどり着いて、うん、あ、そうなんだ。じゃあ面白い子だねって言ってやりましょうってなったんです。あ、そうなんだ。 それからしばらくする滝野さんと一緒にレッスンして。滝野一先生っていうのはあの誰だっけ、ヒット曲とかいっぱいありますよね。ありますね。例えばどんな。ちょうどね、私がレッスンに通ってた頃、うん、一足先にマルシアさんが、うん、あ、マルシアね、振り向いて横浜を、振り向いて横浜の作者だね。あ、それを直後だったかな、今度この子やる、今出してるんだよみたいな話で。あ、そう、うん、あのブラジルから来た女の子でねみたいな。あ、そうなんだ、うん、そんな時期でしたね、レッスンしてる頃はね。なるほどね、はい、ありがとうございました、何十年ぶりかにかかりましたね。ね、何十年ぶりか。そうですね。あの、だってこれ1989年で、でもあの5年ぐらいからデビューが、僕もそんな早くなくて、僕も24、5だったのね。でこの頃って20あれでしょ、7、8ぐらいあるんだ。これ歌録音したの、そう28、7、8です。でももう声が大人の声だもんね。そうです ね、まあ大人といえば何を、さっきから、いや、あなたからの送り物、あら、ないですか。ない、マジ。じゃあ、アトランタのつとむさんのリクエストを。ダイナマイトかファニーエンジェル、うん、ダイナマイトやりましょう。で、その間にちょっと探してもらったりできます。じゃあこれください。この中にないかもしれない、今日持ってきてないなダイナマイト。
はい、はい、アトランタの、高橋勉さん、はい、のリクエストにお答えしました。ダイナマイトというね、はい、これアトランタでもね、こうやってね、リクエストしていただいてね、本当にありがとうございます。桜田君の中に入ってない、あなたからの贈り物って、本当にありがとう。あ、それ貸して貸してだから木でさで貸してっていうのもお前ずるい。しかもこの手書きのがすごいよね。もうそれさ、もうシャーシーもうあのね、読めるの、ね、俺ね、一式ね落としたんだよ、歌詞カード。あ、はいはい、で歌詞カード見て歌ってないんだけども、ライブの時はね。でもね、歌詞カードをこうやって置くと間違えたりするんだよね、意外とね、見てないのにね。どうでしょう、松下さん歌詞カード見ながらあんまり歌わない、もうね、老眼で見えない。うちのバンド譜面置いてたらさ、かっこいいからできるだけ譜面見ないようにしてね。 あ、ちょっとかっこいいよね。まあ、私たちも見ない。いや、お金いいのが一番いいっすよ、やっぱり、ね。いや、昔フォークブームの頃はね、やっぱ拓郎さんとかそのいろんな方がね、あこう置いて見ながらやるのっていうのが一つのこう、スタイルっていうかね、それもいいんだけど、見てたらずっと見なきゃいけなくなっちゃうから、そうそうそう、俺も老眼で見えないのよ。見えないね。1文字だから3センチぐらい、3センチか4センチぐらいだったら見える。カレンダーぐらいじゃない、ね、見えるけど、もう見えないからさ、もう間違っても 見ないようにして、だ写真撮った時かっこ悪いじゃん。そうだよね、あるとね、前にさちょっと距離感じるよね、うん、客席とこれがあるとね。そうだから見ながら歌わないんだけど、うん、まあね、今日もラジオで、ね、あなたからの贈り物、リクエストにお答えしましょう、はい、歌えるかな、うまく。坂道登ってきたのさ、二人並んでその手を繋いで、生まれた日から
はい、はい、ということでね、桃子さんのリクエストにお答えしました。花上四郎いただいてます。ありがとうございま す, います、ね、一生懸命歌ったらね、あの拍手もね外からも来ますけどもです ね, ねありがたいですね、うん、あのまあ歌えてるかどうかわかんないですけど歌えてましたよ、しっかり。あ、そうですか。しっかりしっかり歌えてました。町田先生からもう、まあ、小松田先生からね、ありがとうございました。先生がたくさんいる、ね、あれそうね、先生トークってやったんだっけ。いや、いやそれやりたかったんだけど、今日も違うね。いや、あるよ、全然ないない。あ、あのあちょっとまだ読んでない、うん、あのミキさんからのね、はいはい、博多のミキさん、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。急に冷えましたね、うん、こちらは朝方ちらちら雪も降りましたが晴れてます。博多は結構、博多も降るのね。そうだね、あの博多特にね、盆地になるのかな、降る雪降るよね。ね、現在の気温は3度と寒いですけど、寒い ね, ね、結構寒いですね。先週のゲストの夏子ちゃんに大輝さん、よかったですね。やっぱりブルースが好きなんだなって個人的には確認もできたし、うん、何より楽しかったです、うん、けどウイスキーがお好きでしょうは、あのキュートなルックスからは想像できない色っぽい歌声にやられましたけど、うん、ほんと色っぽいね、うん、そうそう、すごくいいです ね, あれね。ちょっとだから割と高音でなくてちょっと低めの感じのね、声でね、優しそう、素晴らしい声、ね、声の質ですよね。さて今週は金玉、うん、金尾魂ですね、はい、また楽しくリラックスした空気を味わいますね。ありがとうございます、実はショックなことがありまして、ついにつかささんや藤健さんにもお会いできると思ってたのに、博多ブルースフェスに出演、予定だった鬼殺しブルースバンドがさすがにこのご時世で出演が取りやめになってしまいました。うん、ああそういうことね。あ、そうなんですか。そうかそうとは。いつ頃だったんだろうねそれ。ね、2月か。そうですね、うん、しょうがないとはいえ悲しいです、うんうん、まあ生きてりゃまだまだチャンスあるし、桜田さんと同じく楽しみが先になったと信じて待っています、うん、さてどっちが先になるでしょう、うん、って考えたら、としみさんも一度しかお会いできてないし、早く自由に来られる時期になってほしいですね、うん、そうだ ね, みんなね、そう、私も一度しか行ってないですね、うん、博多ね、博多、うん、あ、そうだっけ、一回ライブしたんだっけ、うん、その時うどん発言しても行きません、行けません、うどんがやばいとか言ったもんだからさ、腰がないって言ったもんだからシーンとなっちゃって固まって雰囲気よく、あ、言っちゃったとか、博多のもんにうどんがやばいって当たり前なんだから喧嘩打ってきましたね。あのやばいうどんがいいんだから ね, ね、それをもう入れ歯外して食べるようなうどんだね言っちゃったのね、この口の悪いよね、うん、リクエスト、金尾さん、寒い中でも爽やかな気持ちになりたいので、ウォーキングオンザストリート、はいはい、これ昭和通り、ウォーキングオンザストリートね、 Still、はい、I love you。 おー来たか、としみさん、久しぶりにブルージーな骨まで愛して、骨までか、だけどいつも通り何でも OK です。明日は結構久しぶりに西の魔女ガンちゃんに会ってきます。あ、ガン近藤さん ね, あのいつか、ね、楽しみです。前ね、この番組を来ていただきました、うん、博多でね、あのどっちかというと R&B タイプ系かな、あの素晴らしい声の持ち主ですね。オイラがいらないといった携帯用灰皿を持っていかなくちゃ、うん、睨まれて石にされちゃう、石にされちゃう魔女だからメデューサみたいな、かっこいいよね、あの今の、うん、あれ新しいのかな、写真見たらすごいメイクの、ね、かっこいいの、いろいろ、もともと彫りが深いっていうか、うん、日本人マラでしててね、そう、もうなんか俺とね顔質が似てるの、似てるね、ね、本当なんか妹みたいな感じ、南系だよね、アフリカ系というか、そうなんかね、似てました、笑顔とか、俺はちょっと痩せもうちょっと痩せたら結構似た感じの系統の顔かもね、なんか化粧したら分かんないもん、ね、似てると思う、うん、2人並んだ時似てるなと思って、あ、そう、うん、思ってました、色もね、色もちょっとそんな感じ、結構ひらけしてるから、ワイルドな、うん、骨まで行きましょうか、行く、これ大丈夫、はい、いきなり本番だよ、生きてる限りはどこまでも探し続け、汚れた私
言葉に惑わされ、この人だけはと信じてる、女をなぜに泣かすのよ、骨まで骨まで骨まで愛して欲しい。私の願いはただ一つ、骨まで骨まで骨まで愛してほしい。ということでね、松下としめが歌いました骨まで愛して、サビって歌われにサビって言うからえそうなのと思って三番歌う気でいたみたいな、全然今日ねあのガンガン打ち合わせも何も、ね、今日いつもそうですけど、ね、ありがとうございます。ちょっとすいません、ゴタ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 しますですね。で博多のミキさんのリクエスト、これ昭和通りって言いますけどもね、Walking on the street 行きましょうか、で行きましょうかね、これね。
はい、博多のミキさんのリクエストにお答えしました Walking on the Street っていうね、話をご紹介しました。ということで、そろそろあれですか、お便りももう、はい、お便りはね、なんか先週 ね、先週夏子ちゃんがゲストの時に、うん、大阪のブルースギターのね、あのブルースギターボーカルの田中奈子美さんいらっしゃるんですけど、はいはい、メールをね、うん、なっちゃんに送ったんだけど、うん、届いてませんでしたってなってて、ごめんなさいね、今ね探してたんだけど見つからないんですよね。時々こういう現象が起こります、すいません。ねね、ちょっとあの膨大な他のところに入ってる、他のだとね1800とかあるから探してた。これね、あれな、送り先をちゃあのきっちりあの統一した方がいいのかもしれない。統一してないのかな今。なんかタイトル「金尾八郎の音楽魂」ってみんな書いてくれてると思うんだけどね。あ、そうなんだ、うん、なんか振り分けるとき、ね、ありがとうございました。ね、すいません、夏子さんにその旨お伝えいたしました。はい、ありがとうございました。ということでね、中見さんもね、東京来ることがあったらね、ぜひぜひ寄ってほしいですよね。そうです、まだ僕ね、お会いしたことないんですけどね。まだない。そうそう、あなたはあるの？ありますよ、ありますよ。あ、ね、ブルース関係ね。そう、あのトミーが最初に来た時に、あ、トミー神戸で、うん、はい、飛び入りでちょっと参加してもらったりして。そうなんだね。はい、ということでですね、あっという間の、あ、聞きましたけどもね、どうしようかな、スティラーラビーやる、さっきリクエストあって、それ、あ、アリエンジェルやろうか、スティラーラビーもなんかリクエストあったんですよ。ありました。あの、ファニーエンジェルしましょう、今日ね、あの、ストーム高橋さんのリクエストにお答えしましょう、ファニーエンジェル。はい。
ということでファニーエンジェルお騒がせしました。うるさうるさ、ほんとうるさい、もう自分がうるさくてしょうがない。なんかね、もうカニを思い出した、カニをバケツのカニって言われてますけど、バケツのカニ、ゴソ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 してね終わってしまいました。おかしいよね、めっちゃテンション上がったね今ね。今もう桜田くんが前で嬉しそうに言ってんのも俺もう二人ともさ外で歩いていくかなっていうぐらいの勢いだったよね。出て行きながら歌いながら出て行きたいぐらいのはね、面白いね。ね、もうあっという間にね、ささやけなくてね、恨んでしまいましたけどもですね。まあ落ち着きがないというか、うん、落ち着きはないね。落ち着きがない66歳だね。本当ね。ああ、もう70過ぎまで言ってんだよ俺。言ってるね、間違いないよね。あ、失礼しました。いや、本人はいいと思う。周りが大変だよ ね。大丈夫だよ、まだまだコーラス聞こえないしね、みんな全然聞こえません。ということでですね、あっという間の1時間でございました。今日は金玉ということでね、お届けしましたけどもね、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、皆さんもこうなんていうかな、こう笑ったり歌ったりすることがね、やっぱ免疫力高めたりするので、うん、まあ、自分気をつけながらね、僕らもやっぱり 歌ってなんぼの世界ですから、はい、少しずつね様子見ながらね、やっぱりやらせていただく、歌わせていただくっていうのもね、僕私は考えておりますね。まあ、ライブハウスとかも大変だと思いますけど、みんなでね助け合って生きていきましょう、明るく生きていきましょうということで、今日は金星の音楽魂金玉でございました。お相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、花尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。あ、動画の岸さんもいつもありがとうございます。 See you next time。思い出が流れ